朝でもマックス、昼でもマックス、夜でもマックス、マックス加藤です。さあ、1日100回ありがとうチャレンジ、よーい、もう半月って経過しましたね。それやっていきたいと思います。ありがとうございます、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 10回ありがとうございます、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 10回ありがとうございます、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 30回ありがとうございます、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 40回ありがとうございます、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 50回ありがとうございます、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 60回ありがとうございます、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 70回ありがとうございます、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 80回ありがとうございます、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 90回ありがとうございます、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 100回いや、やっぱいろいろとネガティブな感情を考えちゃうんですけど、やっぱりこういうありがとうからちょっといいなと思いました。普通の人は例えば怒られるとか時間を使うっていうのは、普通の人はね、興味なかったら無関心、何も反応してくれないっていうのが当たり前なんですけど、やっぱそういう部分でありがとうっていう風な感じで関わるといいなと思いました。まあ怒られるとか言われやすいっていうのは、ある意味そういう風な形で自分の得なんだなっていう、そういう部分も考え、難しい。以上です。